北九州市立図書館は、福岡県北九州市にある公立の図書館の総称である。1963年2月の5市合併で5市の市立図書館が北九州市立図書館となった。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、北九州市、下関市、能形市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、 恩賀町、小竹町、倉手町、宮若市、行橋市、武善市、宮古町、築城町、吉富町、高芸町に居住、または北九州市内に通勤、通学するものが可能となっている。図書館の本の返却は、どの図書館でも可能なほか、総合観光案内所と小蒸し器3階正面、入口横にも返却ボックスが設置されている。 北九州市立中央図書館は北九州市小倉北区にある公立の図書館である。小倉南図書館ができるまでは小倉南区も合わせて担当していた。1975年4月小倉北区場内に中央図書館が開館した。北九州市立歴史博物館市長閣センターを併設し三館一体の活動を特色とした。また館内に 勝山文館も併設した。1997年4月、組織改正により市長覚センターを中央図書館に編入した。1998年8月、新築移転したソネ出張所内にソネ文館を開館した。2012年には映画図書館戦争のロケーション撮影が行われた。2016年10月、 NPO 法人が運営するカフェテリア、カフェラ・ポールがオープン。軽食やドリンクを提供するとともに、図書館の本を持ち込んで読書もできるようになった。2017年8月30日をもって、勝山文館を廃止し、市長覚センターを臨時休館として、9月より、子ども図書館の整備工事を開始した。2018年3月の小倉南図書館開館により、 ソネ文化を遺憾した。建築家、磯崎真によって1974年に設計されたもので、磯崎作品の中でも1970年代の代表作とされる。ボールトで構成された図書館内部はリブによって空間の緊張感が高まっている。ガラス張りのスロープからは小倉城が見える。北九州市の中心部にある。 勝山公園内に設置されている。交通アクセス近隣情報北九州市立子ども図書館は北九州市子ども読書活動推進条例によって整備された図書館である。中央図書館の建物で元の勝山文館市長各センター旧放送大学を改修範囲として2018年12月22日に開館した。 北九州市立中央図書館に関するカテゴリ北九州市立小倉南図書館は北九州市小倉南区にある北九州市立図書館の一つである2018年3月30日開館日本施設協会図書館流通センター共同事業体を指定管理者とする1階リフレッシュコーナーにカフェを併設している小倉南図書館ソネ文館は 北九州市小倉南区下曽根4丁目22番1号、曽根出張所2階にある、北九州市立小倉南図書館の文館である。1998年8月に、中央図書館、曽根文館として開館した後、小倉南図書館の開館により移管された。北九州市立文字図書館は、北九州市文字区にある、北九州市立図書館の一つである。 1910年6月26日、文字教育司会付属図書閲覧書として開館した。1916年4月、西木町小学校内に移転した。1919年1月13日、教育司会図書館と改称した。1929年5月、文字教育司会図書館を廃して、文字私立図書館を開館した。1945年6月に、 戦災で消失した後、各所を移転した。1963年2月、北九州市立文字図書館となる。1964年1月、追松公園の一角に新築開館した。2005年4月1日からの2期を図書館流通センターが、平成25年4月1日からは、日本施設協会が指定管理者となった。 公共施設マネジメント実行計画にて、平成30年代前半に、文字港地域複合公共施設への集約が、検討されている。文字図書館大里文館は、北九州市文字区高田2丁目2番18号、大里流市民センター2階にある、北九州市立文字図書館の文館である。百七十三年五月、文字区高田一丁目の大里中部公民館一階に、 開館。2011年7月、文字区高田2丁目に移転した。文字図書館新文字文館は、北九州市も区基地市、新町2丁目1番1号新文字、畜複合公共施設1階にある、北九州市立文字図書館の文館である。2007年4月に開館した。北九州市立若松図書館は、北九州市若松区にある、 北九州市立図書館の一つである。1903年11月、若松地方館一図書館として開館した。1921年10月に、若松人情小学校内に、若松市立図書館を開館した。若松市海岸通の石炭商、山本久義から3万円の寄付を受け、ご大典記念事業としてご担町にて1928年7月、寄港。 1929年1月竣工、3月22日に開館した。鉄筋コンクリート2階建て、書庫は3階建てで、一般閲覧室、婦人室、特別室、児童室、新聞室、喫煙室、事務室、指定室等があり、総坪数155坪であった。閉鎖された朝日工事の廃炭公団を買収して、改築。 1951年10月に移転した。本館が洋式木造2階建て、別館が木骨モルタル塗り2階建て、延べ立て坪数が51坪であった。1963年2月、北九州市立若松図書館となる。当時は追松町3丁目にあった。1963年11月、区役所前の若松区浜城2丁目に新築開館した。 2000年4月、ベイサイドプラザ若松3階に移転した。2006年4月1日から日本施設協会が指定管理者となった。若松図書館島合文館は、北九州市若松区下も幾多二丁目一の一、東京合同庁舎二階にある、北九州市立若松図書館の文館である。1979年5月に開館した。 島里合同庁舎の建て替えのため2007年11月に若松区大技畑田に移転し若松区島京合同庁舎が完成して2009年7月21日に移転した北九州市立八幡図書館は北九州市八幡東区にある北九州市立図書館の一つである八幡西図書館ができる以前により八幡西区の文館も合わせて担当している 1920年9月、八幡高等、小倉神常、枝光神常の三校に簡易図書館を開館したのを前進とする。まもなく、枝光簡易図書館を廃して、八幡、小倉の両館に合併した。1929年8月6日、丸山町一丁目に、八幡市立図書館を新築開館した。白亜レンガ造り二階建て。 敷地数坪数239壺余り、縦壺76坪であった。旧八幡図書館1955年12月、本町4丁目に新築移転した。設計は八万に育った村の統後によるもので1階をピロキとし、2から3階に閲覧室と書家を配した。外壁は白い交際レンガと黄身を帯びた特殊レンガを組み合わせて幾何学模様を描き出していた。 1963年2月、北九州市立八幡図書館となる。2006年4月1日から図書館流通センターが指定管理者となった。老朽化などで維持管理に多額の費用がかかり、隣接する小倉小学校跡地に北九州市立八幡病院が移転するのに合わせて図書館の解体が検討される一方で存続を求める活動が行われたが、 2014年3月21日、北九州市は撤去すると発表した。市民団体は署名を集めて市議会に陳情したが、ことごとく不採択となった。2016年4月、旧九州国際大学文化交流センターを改修した、八幡病院の管理棟内に移転した。旧図書館は解体されて、八幡病院の駐車場となり、その出入り口に、 旧図書館の外壁に使われていたレンガを用いた記念碑が置かれた。八幡図書館八幡東文館は、北九州市八幡東区西丸山町2番1号、八幡東区社会福祉センター2階にある、北九州市立八幡図書館の文館である。1980年5月に開館した。昭和4年に建てられた八幡市立図書館の跡地が、中央区公民館となり、 さらにその跡地が、八幡東区社会福祉センターとなったため、昭和4年に建てられた八幡市立図書館と同じ場所にあることになる。公共施設マネジメント実行計画にて、廃止検討の対象とされ、平成31年3月の廃止を予定されている。オリオ文館のある、オリオンプラザ、八幡図書館、オリオ文館は、 北九州市八幡西区北高見町13番15オレオンプラザ4階にある北九州市立八幡図書館の文館である。1983年12月、オリオ駅前再開発第1ビル4階の八幡西市民センター、オリオ文館内に開館した公共施設マネジメント実行計画にて、オリオ地区総合整備事業で、 オリオンプラザが解体されることから移転を検討するとされていた。2020年度に供用が開始される予定の JR オリオ駅の新駅舎2階への移転を地元市民団体から要望されたが2階部分は飾りであるため実現困難と報じられた。2020年2月28日業務終了時からオリオ駅前再開発第一ビル解体に伴い一時閉館している。 4月10日からおを1丁目9番1号に仮移転して再開館する予定である。八幡図書館八幡南文館は北九州市八幡西区茶屋の現1丁目6番1号八幡南出張所2階にある北九州市立八幡図書館の文館である。1988年5月に開館した北九州市立八幡西図書館は北九州市八幡西区にある 北九州市立図書館の一つである。2012年7月1日、黒崎副都心文化交流拠点地区内に開館。PFI 事業にて整備された。旧電工を代表企業とする黒崎コミュニティサービスを指定管理者とし、図書館の運営業務は日本施設協会と図書館流通センターが連携して行う。ライブラリーカフェ黒崎を併設している。 北九州市立戸端図書館は、北九州市戸端区にある、北九州市立図書館の一つである。1925年7月、戸端市教育会が、戸端小学校内に通俗図書閲覧書を開設した。1937年1月15日、市役所敷地内に、戸端市立図書館を、新築会館、敷地は70坪、建物は2階建て28坪。 1938年3月末現在の増書数は4215冊であった。1949年3月1日、武徳殿を改造して移転した。1958年4月1日、新築移転した。ピロティ式鉄筋コンクリート3階建て、総面積延べ1984平方メートルであった。1963年2月、 北九州市立戸端図書館となる。2005年4月1日から日本施設協会が指定管理者となった。昭和8年春光の当時の市役所の建物を改修して2014年3月28日に移転した。北九州市立男女友堂さんがセンタームーブの図書情報室は北九州市小倉北区大手町11番4号ムーブ1階にある図書室である。 男女とも同産画に関する情報を提供している。北九州学術研究都市学術情報センターの一般図書室は北九州市若松区響の一番3号北九州学術研究都市内にある図書室である。一般図書室での貸し出しは北九州市立図書館の図書館カードでも可能となっている。他に入室と貸し出しに学術研究都市、 キャンパスカードが必要な専門と書室もある。ありがとうございます。